週末の列島に大きな衝撃を与えた。金丸信自民党前副総裁が所得税法違反の容疑で逮捕された。佐川献金疑惑で曖昧な結果に終わり、国民の間からは政治不信の声も上がっていただけに、突然の逮捕劇が新たな疑惑追及の幕開けになり、これを機に国民の政治不信が拭えることになるのだろうか。あまり突然に大胆な手段を取られたんでね、正直言ってびっくりしましたけどね。そこまでやると思ってなかったけども、確信があったんでしょうね、検察側は。っていうのはね、やっぱり金丸さんはああいうお立場に長いこと出るんだったし、それこそ権力の代表みたいだったから、何やっても大丈夫だろうぐらいな感じで、非常に届け出とか帳簿もずさんだったんでしょうね。だから普通所得税法違反とかっていうんだったら、申告のし直しをしてくださいとか、追徴金払ってくださいとか、そういう折衝があってしかるべきでね、いきなり逮捕っていうのはなかなかないんだけども、何年にもわたってやっぱりそうおかしいっていう事実が積み重ねられていたのを検察は掴んだんでしょうね。一般の方々も検察に対する不信不安っていうのがこのところ相当募ってたしね。で、国会の中でも野党側も入れ替わり立ち替わり追及して承認喚問もいろいろあったんだけど、結局ここがっていう抑えどころをね、明確に捕まえてっていうわけにいかなかったでしょ。だから一般の国民の人は、ああやっぱりこれでうやむやにされちゃうのかな、悔しいなって思いと、野党側も歯ぎしりしてたし、向こう側は向こう側でこれで一件落着と、なんとか逃げられるなと思ってたところで今回のこの手段ですからね。やっぱり検察はやるもんだなと思って、国民の皆さんは非常に関心持って注目してんじゃないでしょうかね。逮捕されたのは自民党前副総裁金丸信容疑者と元秘書の灰原正久容疑者で、2人は調べによると共謀して金丸容疑者の所得税を免れることを計画。昭和62年と平成元年の所得税を数億円脱税。元秘書灰原容疑者も昭和62年から平成3年までの5年間の所得税数億円を脱税したという。金丸容疑者は脱税した金のほとんどを預金や有価証券としていて、大筋を認めているという。その有価証券での利益を株券として運用したと東京地検は見ている。金丸容疑者の逮捕容疑のうち昭和62年分の脱税の時効が今週14日に迫っていることから、地検は2人の逮捕に全力を挙げて臨んだ。そして容疑には東京佐川急便からの5億円闇献金は含まれていないと説明。5億円闇献金捜査の過程で浮上した別件の脱税事件であることを示唆した。5億円もらって20万で済ましたけども、あの5億円は60人にばらまかれたんだとかって話は出てるけども、この話と今回の事件とは関係ないみたいだけど、でいずれにしてもその辺の疑問はやっぱり解明してもらわなきゃなんないって気持ちは国民にはありますからね。だから竹下さんの名前が出てきたり、その他もろもろ話題になってる人の名前が出てきたり、どんどん芋づる式に出てきたりすると、スッとするんじゃないかなと思いますしね。惜しいなとつくづく思いますよね。しかしやっぱりね、やったこといいことじゃないから、やっぱり惜しい中でもね、仕方ないなと思うですね。もう一度ねできたら、まあね、出馬してもらえたらと、まあ、考えてたんですけどね、これで本当に残っていた力もガクッと、まあ、抜けちゃったっていう、そんな感じがしてますね。世論がなければ、皆さんの声がなければ、これはそのままで終わってしまう可能性もまだある。
党の重職にあられた方がですね、脱税容疑ということは、これは極めて重い問題と、まあ、受け止めております。自民党政権の中枢に佐川急便にとどまらず、裏金不正政治資金が際限なく集められていることは重大であります。党はこの新たな問題を含め、院内外で疑惑解明を粘り強く進めます。委員長報告の通り可決いたしました。この逮捕劇は折しも93年の予算案が衆議院を通過した6日に起こった。東京地検特捜部は午前8時過ぎに灰原容疑者を、正午過ぎから金丸容疑者をそれぞれ東京永田町のキャピタル東急ホテルで取り調べのため任意同行を求めた。そして午後5時24分に灰原容疑者を、午後6時3分には金丸容疑者を相次いで東京地検で逮捕した。逮捕後も深夜まで東京小菅の拘置所で取り調べを続けた。地検は同時に国税局と合同で一斉に家宅捜索を始めた。